適当に切ってきます。沸騰したんで玉ねぎさえ入れました。麺入れます。入るかな。あっち1分半ぐらいになったんで卵落としてきます。麺入れてから3分経ったら粉末スープ混ぜて器に持ってきます。器に持ったらレモン、海苔、バター、冷凍してやった刻みネギ好きなだけパラ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 、いりごまさんちょっとまた潰しながらパラ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 、レモンの隅の方細かくしたんで、いただきます。どんな塩梅でしょうか。卵さんこんなん、ほら美味しそうだ。卵さん、うわいい感じの半熟です。うん、今日は我の上で済んだ。あ、すっごいレモンの香りとか海苔とか最高じゃないですか。バターさんとか、どんな感じ。スープ、うわわ美味しい。いただきます。うん、海苔の風味とレモンの爽やかさ、うん、バターの濃厚さ、あー全部いい感じ。ここに卵さんをちょっと割ってみて、あーいいじゃないか。うん、うん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 、あー美味しい、美味しいです。